安川さん、こういう傷口今までにご覧になったことありますか？単に人を殺すだけならここまでやる必要はないでしょうから。犯罪はいつも特別な意味があるように見える。もう大体無意味だ。ちょいと魔が差して刃物を振り下ろした。俺にはそれしか言えない。あなたは昨夜奥さんの智子さんを殺害した。覚えてない。催眠術っていうのあるよな。催眠暗示か。先生の中にあるものが俺には見えるんだよね。この人はどうです？知らない。これはあなたですよ。